中島選手が見事インコースから逃げて、一番人気の 9.8 倍だった。目の前で初めて見たのがやっぱりこの森谷美穂選手の優勝。35,130円からヒットして。春風亭一同のボートボーイ一人買い。今回は、レーサーに特化したというような時間ではございません。じゃあ何をするかと申しますと、レディースオールスター特集ということで、はい、今日はねもう大変なもんですよ。もうスペシャルゲストにお越しいただいております。レディースオールスターといえばこの方、鶴永さんです。よろしくお願いします。お願いします。もうやはり、いや初めて言われたよ。本当ですか。レディースオールスターといえばって。レディースオールスターの男。いやいや、なんだろう、ちょっと女子戦苦手なタイプですから。本当ですか。いや、よろしくお願いします。いや、よろしくお願いします。ただちょっとした縁が一応あるんですよね。そうなんですよ。はい、僕の、まあ、すごく本当に仲良くした一つ、下の後輩、吉本の後輩いるんですけど、はい、鉄道ってやつがいて、それと同級生だって言うんですよ。はい。で、やばいなと。鉄道っていうのが、これまた普通のね、高青年やったらいいんですけど、はい、とんでもないやんちゃなやつなんですよ。いや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 。それの同級生かとなりましたんで、はい、これ一蔵君ね、だからちょっと俺ね、距離を置いてるんですよ。いや、ちょっと待ってください。これはちょっと待ってください。危険人物です。もうね、違うんですよね。もう鉄道だけなんですよ。おかしいのは。で、っていうの、僕は同じ中学校とかじゃなくて、はい、その練馬の、はい、その、まあ仲間みたいな、集まっちゃった吹き溜まりみたいなところで、はい、ずっと一緒にいて、そもそもね、はい、同じ中学じゃない人が集まんないんですよ、はい、普通に生きてたら。いや、集まるんですよ不思議なもんで。でしかもそれまで、まあだから芸歴で言うと、うん、僕の、鶴中さんが多分7年先輩になると思うんですよ。あ、じゃあ結構遅めに始めてんじゃん。そうです、僕24の時に入門したんで遅く入ったんで7年先輩で、その僕の同級生の鉄が、6年先輩なんですけど。あ、なるほどなるほど。でそれまで僕話し家になってからも、うん、鉄道に呼び出されては、ちょっと今お金がないから、はいはいはい、おごってくれろって、うん、もう先輩なのに、おごり続けたぞ、僕は。その同級生として。で、一度も鉄道が僕で役に立ったことがなかったんですけど、内前も数中さんとか大さんとか、福田さんとか、配信によく出ている方々と仲がいいというので、はい、初めて役に立ったんですよ。それだけでも扱いが多少優しくなってくださるんで、はい、役に立ったというのその思い出の数中さんに今日は、まあね、来ていただいて。すいません、本当ありがとうございます。こんな素敵な場所に。いやまあ俺からしたらもうこれ日経エンターテインメントと一緒ですからね。はい。それぐらいの扱いですよ。そうですよね。はい、でもちろんご購入はされてるんですもんね。もまあ購入というよりか、大体僕のいる場所にはこれ一冊あるんですよ、毎月。なるほど。見える環境にはいるっていう。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。どうですか、最初出たってとかって、ちょっとイメージありますか？いや、正直やっぱ最初の冒頭、まあファンだった頃、はい、っていうのはこの選手の名前の顔を見れるのが、嬉しかったんですよ。わかるわ。はい。で、まあ、ボートボーイは、やっぱこう写真が、はい、こういい写真多いんですよ。そうですよね。はい。だから、まあ、写真もやっぱ楽しめるし、はい、なんかやっぱ字だけじゃなくてこう絵で見れるっていうのがすごい好きでしたね。はい。だからなんか昔って今はその JLC さんとかでもピットってよく映しますけど、昔ってほぼ皆無でしたよね。そう。だからこそこういうところでなんかピットの写真が出るっていうのがファンとして嬉しかったって。嬉しい。わかるわ、それ。そう。だから正直開会式からあんまりはっきり顔見れへんみたいな。はいはいはい、はい。昔ってあんま顔と名前一致してる人少なかったんですよ。はいはいはい。これ見て顔を覚えてみたいなのやってましたよね。はい、なるほど。うん、そのボートボーイを駆使しながら、はい、その今回は、レディースオールスターなんですけども、はいはいはい、投票しますか？いや、まあそれは当たり前のようにしますけどね。あ、そう、毎年、はい、毎年もちろん今回で8回目なんですけど、うん、もう毎回、まあだってそれはボートの仕事をやらしてもらってるんですから、はい、まあ、投票はもう当たり前です。もうそれは自分の推しの選手が1票でも多く獲得する、うん、そうですね。もちろんまあ1票でも多くっていうのもあるし、まあ、ボート業界を盛り上げるという意味で、はい、まあ、必ず我々みたいな仕事の人は投票しないといけないなというのが、はい、まあ、僕の中の、はい、まあ、方認識で。それこそ配信でね、はい、もうボートレスキルなんかもう見ない日はないぐらい出てらっしゃる、はい、
その鶴中さんが入ってほしいという思いの中、はい、投票されてると思うんで。もちろんです。ということで、はい、今この出場49選手が、うん、もう発表されておりますので、正直俺その、はい、投票はしましたけど、はい、結果は知らないんで。知らないですよね、はい、見てないですよね。見てないです。の状況下で一番硬いところ、まず間違いない、ここはどんなことがあっても入るであろうという選手から自信を持って発表していただきましょう。はい、まずですね、はい、まあ、僕女子レーサーの中で、はい、この選手が一番上手いと思ってる選手が一人いて、はい、それは濱田有沙選手。濱田有沙選手、クイーンズクライマックス取りました。入ってるでしょうか。まあ入ってるでしょう。去年の12月31日の記憶が新しい、はい、濱田有沙選手は入ってます。まあ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 、7位でランクインして。7位、はい、もうちょっと上かなと思いましたけどね。8209票ということでございまして、すごい、でも長い、すごい、惜しいと言ったらこれドリーム漏れしてるってことなんですよね。あの得点増しのドリームは逃した時点の7位ですけれども、まあ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 いいでしょう、はい、10位以内に入ったってことで、ね、でもすごいですよね。あの、うん、そのレディース選手の中で一番うまい、はい、うまいですね。うまいってやっぱターンが、はい、もう男性選手さながらというか、はい、まあもうまあ、まあ、ちょっと大げさかもしれないですけど、はい、女子の中の峰竜太選手です。ああ、俺のイメージ。なるほど、はい、ということで濱田有沙選手は、まあ、これ硬いところです。もうここは硬いところです。はい、ではお後行きましょう、はい、それでは2人目お願いします。近況絶好調、おこの間初優勝もしました、はい、まあ、やはり見た目も、まあ、少しこう美人なんで、はい、深尾選手。深尾選手、はい、入ってまっすー。さすが、まあまあこれは入りますよ。鈴中さんがホームプールと言っていい、はい、というボートレース桐生の、はい、深尾選手、なんとこれはすごいですね。12位です。すごい、6000飛んで96票という票数を集めて見事レディースオールスター出場でございます。そして、はい、お後行きましょう。まあこれは昔からその好きな選手で、はい、まあ、ちょっと世話になったというか、おうおうおう、僕がちょっと大阪で仕事してる時にあの NGK で、はい、それをなんかライブを見に来てくれたということで、おうおうおう、はい、まあ、必ず投票してる選手がいて、はい、落合直子選手。あ、ねえ、みんな大好き直子はんが入っているでしょうか。はい、これね、ちょっとドキドキしますよ。入ってます。ありがとうございます。入りましたか。入りました。ねえ、でもね、うん、あのおっしゃる通り、まあ、下の方といっては下の方です。あ、36位、あ、2892票ですから、この辺りというのは実は均衡した票数の差で、はい、落選か当選かが出てくるような票数差ですから、はい、本当に鈴中さんの一票が落合直子選手に力を与えました。ありがとうございます。そう言っていただけると投票した甲斐がありますよ、はい、そうですね、もう、はい、X とか見てもなんか人柄出てるような感じしますもんね。ん、行く行くって言っても劇場ってなかなか来てくんない人が多いんですよね。みんな結局口だけじゃない。そうなんですよ、はい、寄席行くよ、必ず行くよって言っても、うん、ほとんど来ないんで。来ないですよ、行く気なんかないですから。そうそもそもそこをちゃんと来てくれた。そうです、落合直子選手は36位で今年も乗っております。ありがとうございます。4人目です。まあね、ここも大丈夫だと思います、はい、近況の活躍を見ていると、はい、まあやっぱり僕はと戸田も仕事結構してるんですよ、はい、まあ、戸田女子選手の中で、まあ、まあ浜田選手もいますけども、はい、やっぱ清野ちゃん、あ、これは入ってます。これは、いや僕も投票するんだったらと思って考えたんですけど、はいはい、やっぱりね、埼玉だとこの濱田有沙選手と二大巨頭と言って過言じゃない清野選手ですから、はい、うん、見事26位3000飛んで640票というので、うん、まあまあまあ26位という、ま、真ん中ぐらいで来ましたね、はい、残り2枠です。藤原夏樹選手。藤原夏樹選手ね、切符のいいレースで言うね、有名な藤原夏樹選手、はい、入ってます。ありがとうございます。でもこれね、僕も意外でした、こんな低いんだと思った。43位43位そう、
43位ですよ。あ、なんかもっと人気あると思ったけどね。2651票なんですよ。あのレースっぷり見たら、うん、まあファン多いはずですよね。ちょっと上にいていいはずじゃないですか。ラストです。さあどこをチョイスしたのか。もう僕近況の若手、まあ上手い選手多いんですけど、その中でももう大注目選手、ほうほう、井上春日選手。井上選手が入っているか否か、これはでも正直まだ早いような気もします。井上選手入っているでしょうか。 CM いきます。ないですよ。ないよね。一社提供だよ。ないんで入って、はい、今そうやぞ。これはすごい、これはすごい、ハルヒ、これはすごいっす。47位ギリギリ、しかも票数も2401票。うわ、黒沢さんも、はい、レディースオールスターで言ってるのは、はい、まだまだ目の出てない子でも乗れるチャンスがある、うん、はい、だからこそこういう日の目の場面を見て、はい、そのピットで学んでトップを目指してほしいに、まさに井上選手はかなってるような。ということで、この番組は再三申し上げておりますけれども、ボートボーイを振り返りながら、うん、こう深掘りしていこうというところでございますので、はい、私の中ではもうこれずらっとこの1回目から7回目までの、あ、これレディースオールスターの記事が載ってるって、ね、結果の記事が載っているという号なんでございますけれども、私からいきますけども、はい、それも去年なんですよ。おう、このボートボーイ一人会の前にやっておりましたボートレスラジオという、あ、なんか俺たちはそのイメージですもんね、私がずっと喋、はい、り続けるという、うん、その番組があってですね、はいはいはい、レディースオールスターを迎える前に、うん、なかなか視聴数が伸びなかったんで、うん、予想してみようとか、なるほど、いろんなことをトライしたんですよ、はいはいはい、それまでの最初のコンセプトが、うん、先週のボートを1週間まとめて語ろうっていう番組だったのが、結構構成的だね、はい、しゃべりだけでは無理だって思ったんでしょうねスタッフさんが、はい、でそれでレディースオールスター前に5連敗ぐらいしてたんですよ、はいはいはい、でとにかく当てろと、うん、でしかもこれ録画生じゃないんで、うん、録画なんで、なるほど、当たってないともうなんだかわからないでも編集だけはできないと、うん、編集して当たりを届けるようなそういう番組にはしたくないから、なるほど、とりあえず当てろと言われて、はいはいはい、去年、うん、このね優勝したのが無冠の女王卒業という、はい、中島選手のね、うん、無冠の女王っていうのはね、レディースの4大メジャーみたいな、うん、まあ、そういうのを取ってなかったんで無冠の女王と言われてたんですが、その中島選手が見事インコースから逃げて、うん、無冠を返上した長嶋真希選手なんですけれども、うん、2着が田口節子選手、3着が鎌倉涼選手の一番人気の134で 9.8 倍だった9.8 倍だったんです、はいはいはい、で当ててくださいと言われてもやっぱ一番人気 9.8 倍は手出なかったんですよ、はい、まあ当たった時のことを考えるとね、はい、で仲間内で打ち上げやってる時、みんなでレース映像を見てて、それを撮ってさらにボートレースラジオでも流したんですけれども、はいはいはい、みんなで、ああ当たりませんでしたねって言って、はい、そのスタッフさんと終わった後に電話したら、ちゃんとやってくださいって言うんですちゃんとやってんすよちゃんとなんで一番人気が当たらないんですかちゃんとやってくださいって言われたのが、はい、去年の思い出、思い出の、はい、中島真希選手なんですけれども、はい、いやさあ須中さんはねちょっとこのお話聞きたいなってね思うんすよ。というのがね、ボートレース桐生でも、はい、開催してるじゃないですか。そうなんです、やっぱり僕はここですかね、はい、まあその1年前になるんですかね、ちょっとやらせみたいになりましたけど、はい、でもここを語ってほしいなって正直思ったんで、正直、はい、僕あのレディース戦にあまり注目してるタイプではないんですよ、はい、まあ男子も女子ももう今やもう実力は差がないんで、はい、っていうのだって、それやっぱこれ目の前で初めて見たのがやっぱりこの2022年はい、この森谷美穂選手の優勝レースですね。でね、この時は僕まだ毎日配信してなかったんですよ、はい、終わりの2日間だけやったんですよ、はいはい、でそれもちょっとやっぱ自分の中で、はい、他の日はなんか違う人がやってたんですよ。許せねえなやってやるぜよと、桐生1年俺やってたのに見せてやるぞ、
あ、なるほど。結果出してやろう。普段見てない桐生の人らが当てれるわけないだろ、この荒れ水面。はい。ということで、準優優勝って僕やったんですよ。はい、で、準優の日。はい。フル坊主。はい、はい、終わったと。まあ、で言うでもこの見ている人多いですからね、はい、レディースオールスターもうだって同時視聴者1万人とか行ってるところで、ね、はい、フル坊主フル坊主行ってしまいまして、はい、なんだこいつと、はい、で荒れ水面、はい、で次の日、はい、ほぼフル坊主1本ぐらい当たったぐらいです、はい、おうおう、はい、もう終わったと、はい、負け額も相当なもんです、はい、でこの優勝戦どうしよう、はい、もうこれ逆転できないかも、はい、ちょっと待て、角に守屋選手いるぞと、はいはい、でなんか展示見た瞬間に、はい、もう守屋選手しか見えんくなったんですよ、はい、おこれ守屋選手、はい、隠してるぞと、はい、あの隠なんかたまにありません、はい、展示ちょっとへこんで、あ、なるほどなるほど、これ周りに見せない、もう自分に念じてるんですよ、はい、で守屋選手から、まあ、でも1万円か2万円ぐらいの穴こバーッと、はい、買ったらこの35,130円からヒットして、でもさ、すごいですね、これ見ると追い風7メートル、追い風7メートルでまくっていく人がいないんですよ、いないですよ、はい、まずまずいないですよ、でしかもこれ安定板ついててさらに2周回ってなってるんで、よほどの水面でまくってったっていうのは、でしかも完全にまくれるような体型というか、はい、もうギューッとこう無理くり無理くり行くぜよと、追い風7メートルであの感じで行ったら、はい、普通ならもう隣のあの池の方行っちゃいますよ。また渡っちゃいますよ。一回渡りに行くぐらいじゃないですか。っていうぐらい流れなんで、やっぱ気持ちでこう持ち返したっていうね。本当にこれ感動しましたね。でも収支も。これでそうですね。はい、そこからもうプラス十何万まで行って。だ前日がフル坊主だろうが、はい、優勝戦で満州当てるっていうのが、そうなんですよ。配信者の一番の取れ高ですから。いまだにこのレースのことを言ってくる人います。え、コメント欄とか。はいはいはい。あの時の数の中すごかったとか、はい、あ、だからそれ以降結構穴狙う癖ついちゃうなるほど、なるほど、そこから大敗続きだった、でも穴狙いのが、まあ、まあ低予算で遊べる、低予算で楽しめるという、ね、ボートレースの本当の魅力をね、長く楽しむことができますから、はい、ということで、はい、思い出のレディースオールスターなんですけれども今年8回目、これはもう縁ですね、うん、数の中さんと初めて一緒にお仕事させていただいたのがボートレース琵琶湖の配信のお仕事だったので、そうでしたね、うん、そのボートレース琵琶湖ましてはね、追い風水面になると1マークがうねるというね、はいはいはい、大変に難しい、それこそ難しい水面で開催するということで、はい、ピックアップ選手をじゃあお一人伺っときましょうかね、レディースオールスターの、はい、まあ本当にね、ちょっとまあ、さっきも名前出しましたけど、はい、井上春史選手、はい、ちょっとぜひ狙ってほしいです、皆さん。なるほど、はい、井上春史選手は、はい、稀に見る握っていけるタイプなんで、はい、だから琵琶湖やったら、まあ、内開けば、はい、まくり出しも入るんで、はい、まあ、多分外枠中心になると思いますけども、はい、ちょっとぜひ狙ってほしいなと思います、ね、なるほど、はい、じゃあ私のピックアップレーサーは、濱田愛沙選手がクイーンズクライマックスを取りましたから、うん、清野選手にやっていただきましょう、このレディースのメジャーを取っていただくというね、ピックアップレーサーを立てて見るのも一つの楽しみ方だと思いますんでね、うん、ぜひともそういうような楽しみ方もしていただいて、本場に行ける方は本場行って盛り上げていただいてという、レディースのオールスター特集でございました。ではおしまいに今週の一蔵の格言という、やっぱり喋るのは一人より二人のが楽しいよまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。